あれは罪を償い終えたプリニーたちの魂さ。あなたも聞いたことあるでしょ。プリニーの中には罪を犯した人間の魂が入ってるって話を。ええ、確かその罪を償うために天界や魔界で働いていると聞きました。そう。そしてあの赤い月があいつらの罪を浄化し、新しく生まれ変わらせてくれるんだよ。なんだか切ない景色ですね。おい、エタナ、あいつらを止めろ。殿下、今の話聞いてたでしょ。プリニーたちは生まれ変わ…うるさい。そんな勝手は許さん。無理やりにでも引っ張って帰るぞ。待て。なんだお前たちは。プリニーの魂、赤い月、連れていく。邪魔者は排除する。できるものならやってみろ。プリニーたちは渡さん。あいつらはずっとずっと俺様の家来なのだ。うん、やはり気になりますか。ええ、気にならないと言えば嘘になります。でもあの人に任せることにします。彼を一番愛しているのはあの人ですから。Bye.
てって。お前、なぜ仕事の邪魔する？仕事だと？その通りっす。死神の仕事を邪魔しちゃいけないっす。死神はプリニーたちの魂を無事に赤い月まで送り届けてくれる使者なんすよ。殿下が本当に自分の家来を大切に思うなら、あいつらに対する愛情があるなら、あいつらの旅立ちを祝福できるはずっす。ふん、アイマニアの天使と同じようなこと言いやがって。それがあいつらのためなのか？そうっす。そうか、なら勝手にするがよい。分かってもらえたんすね。まあな。よかった。なら私も安心して赤い月へ行けるね。待ってください。あなたは、あなたはどんな罪を犯したのですか？私は自分の命を自分で捨てたんだよ。自分の命を捨てるってことはとても罪深いことだからね。あなたのような方がどうして？息子の命を救うためだよ。私の死がきっかけで息子は大切な感情を閉ざしてしまったけどね、今の息子は少しずつ変わろうとしている。息子の周りにいる素晴らしい人たちのおかげでね。もう私の役目は終わりだよ。あとは息子が自分で解決するさ。それでいいんですか？そこまで息子さんのことを愛していながら黙って行ってしまうんですか？残酷なことを言うんだね。え？母親と名乗りたくないはずがないだろう。この手で抱きしめたくないはずがないだろう。けどいずれ別れる運命なら、静かに見守り何も告げずに別れるのも愛なんじゃないのかい？同じ悲しみは一度だけでいい。そういう愛の形もあるんだよ。ごめんなさい。私、何も考えずに自分が信じている愛の形を押し付けるようなことを、あなたの気持ちも考えずに、ごめんなさい。殿下は本当にいい人に巡り会ったっすね。殿下、お体を大切に。フロンさん、エトナさん、殿下のことよろしくお願いします。さようなら。瞳に映る赤い月はゆらゆらと彼の心と同じように揺れていました。息子の身代わりとなって死んでしまった愛情と優しさに満ちあふれた母親。愛情や優しさを否定することでしか母親の死を受け入れることができなかった悲しい息子。とても辛かったと思います。とても苦しかったと思います。ですが
彼の瞳に映る赤い月が過去を洗い流してくれることでしょう。愛か。え？いや、なんでもない。帰るぞ、フロン。ラハールさん、初めて私の名前を呼んだ彼の瞳にはもう赤い月は映っていませんでした。この母と子の悲しい愛を私は一生忘れないでしょう。緊急事態発生。地球侵略を企む魔王ラハールを倒すためスペースヒーローが大登場。その名も地球勇者キャプテンゴードン。ボンジュール、あなたの恋人ビューティー男爵。助手のジェニファー、万能型無敵ロボットサーズデイと共に地球の勇者が魔界に新たなる嵐を巻き起こす。また嘘ですか、マドモアゼル。魔王と地球勇者の壮絶な戦いの行方は、そして魔界の運命やいかに。もう誰も信じちゃいませんよ。次回スターダスト美少女エトナ第9話、地球勇者キャプテンゴードン。星屑は空に散った男たちの涙。皆さん、騙されちゃいけませんよ。